ロザンナデ・ロスリオスはパラグアイアスンシオン出身の女子プロテニス選手。パラグアイが1991年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップに参加し始めた時の最初のメンバーの一人でもある。四大大会では2000年の全仏オープンで女子シングルス4回戦進出がある。自己最高ランキングはシングルス51位、ダブルス52位、 1989年に14歳でプロ入りし、女子ツアーブ組織の大会を回り始める。1991年にパラグアイのフェデレーションカップ初参加が実現し、同じ年であるロザンナ・デロス・リオスとラリサ・シェーラーの二人が最初のパラグアイ代表選手に選ばれた。1992年に全仏オープンのジュニア女子シングルス部門で優勝。 1993年の全仏オープンで4、大体海予選会に初出場し、8月にパラグアイ人女性として初の世界ランキングトップ100位以内に入る。その後1993年全米オープンと1994年全豪オープンで本戦に直接出場するが、共に1回戦で敗退した。1994年4月を最後にツアー転戦から離れ、 12月26日に、プロサッカー選手のグスタボネハと結婚する。1997年1月17日に、一人娘が誕生し、デロスリオスは5年誕生し、プロテニスツアーから遠ざかった。娘が2歳半になり、デロスリオスは1999年6月から5年ぶりに、ツアーへ復帰した。 一年後の2000年全仏オープンは、彼女にとっては1994年全豪オープン、以来6年ぶりの4大大会出場で、復帰後初めての挑戦だった。テロスリオスは、予選3試合を勝ち抜き、一気に本戦4回戦まで勝ち進んだ。3回戦で、アマンダ・クッザーを7から5、6から7、6から4で破った、勝利の後、4回戦で、マルタ・マレーロに6から4、 0から6、4から6の逆転で敗れた。これは、現在においても、パラグアイ人女性による4大大会シングルスの最高成績である。この後、彼女は2003年ウィンブルドンまで、14大会、連続で4大大会シングルス本戦に出場し、2002年は、すべて初戦を突破する好調さを見せた。ところが、2003年全米オープンで、 予選2回戦敗退に終わった後、彼女に再び長期間の低迷が訪れた。デロスリオスは2007年、13年ぶりにフェドカップのパーラグアイ代表選手に復帰した。2008年に入り、再び彼女のツアー成績は復調に向かう。全仏オープン1回戦では、マルタ・ドマホフスカに6から3、3から6、1から6で敗れ、ウィンブルドンでは1回戦で、 1> 第1シードのアナイバノビッチと顔を合わせた。全米オープンにおいて、ロザンナ・デロス・リオスは6年ぶりの初戦突破を果たし、2回戦で、第7シードのビリナス・ウィリアムズに0から6、3から6で敗れる。2009年には、ウィンブルドンで7年ぶり2度目の2回戦に進み、第1シードのディナラ・サフィナに3から6、5から7で敗れた。 デロスリオスは1992年のバルセロナ五輪と2000年のシドニー五輪の2大会でオリンピックに出場している。16歳で初出場したバルセロナではラリーサ・シェーラーと組んだダブルスに出場したが初戦で敗退した。シドニーではシングルスに出場し、1回戦でクーベタ、ヘルドリコバを6から3、6から2で破り、2回戦では 第一シードのリンゼイ・ダベンポートが棄権したことにより三回戦に進出している。デロス・リオスは2010年全米オープンの予選一回戦で敗退した試合を最後に公式試合から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。